年を取るにつれて物忘れをするようになったり記憶力が低下することはよくありますが、あまりひどくなければほとんどの人は放置しているのではないでしょうか。その反対に若いのに物忘れがひどい場合は少し心配になりますよね。ある26歳の女性はとても優秀な学生でしたが、集中力や理解力、記憶力が低下した時にもしかして病気なのかもと心配し始めました。そして病院を訪れると脳腫瘍であることがわかります。ところが腫瘍を取り出してみると、それはベテラン医師も驚くものだったのです。インディアナ大学に通うヤミニ・カラナムはコンピューターサイエンスの博士課程に在籍する26歳の学生でした。インドからアメリカに留学していた野心も決断力も集中力もある彼女は IQ も高く、クラスで最も賢い学生の一人。そのため集中力や理解力が低下したり、ブレインフォグが起きるようになった時、カラナムはとても不安に駆られました。こんなこと今までなかったのに。優秀な学生だった彼女は部屋で複数の人たちが話をしていると何が起きているのか理解できなくなってしまっていたのです。そうして症状がひどくなっていったのは2014年9月でした。読解力や聴解力の低下に加えてひどい疲れや偏頭痛、吐き気が起き、食欲もありませんでした。ついに病院に行ったところ、医師からは脳腫瘍の中でも珍しい消化体腫瘍であると診断されます。脳の奥深いところに腫瘍があり、脳の深部静脈に取り囲まれているため手術が難しい場所でした。この頃からひどい眠気に襲われ、毎日15時間ただひたすら寝るという日々が半年間も続くようになります。それからしばらくの間、何人もの脳神経内科医や脳神経外科医を訪れたカラナムでしたが、医師によってアドバイスが違うため混乱していました。もっと消化体腫瘍について詳しい医師がいないか自分で調べてみよう。そうして何度も調べた結果、行き着いたのはロサンゼルス当該定研究所に勤める優秀な神経外科医のシャヒニアン医師でした。彼は研究所の創設者であるだけでなく、とても評判のいい当該定外科医で、消化体腫瘍を治療するための画期的で完全な内視鏡によるキーホーグ手術を開発した医師でした。これは従来の頭蓋骨を開いてする手術ではなく、脳を 1.3 センチメートルほど切開し、内視鏡を通して優しく腫瘍を削り取る手術でした。そうしてシャヒニアン医師に任せることにし、手術を受けたカラナムでしたが、腫瘍を確認して明らかになったのは、それがベテラン医師も驚く珍しい腫瘍だったことでした。それは髪、歯、骨などが生えた奇形種で、カラナムの双子の胎児だったのです。私はこれまで 7,8 千件の脳腫瘍摘出を行ってきたが、奇形種を見たのは2回目ですとシャヒニアン医師は驚きました。26年間脳の中に自分の双子がいたということを術後に知らされてショックを受けたカラナムに、シャヒニアン医師は笑顔で伝えました。いい知らせはこの腫瘍は良性だったことです。そのため3週間もあれば回復するでしょう。消化体腫瘍は悪性の腫瘍である可能性が高いので、シャヒニアン医師はこの奇形種が悪性でないか心配していました。そうしてカラナムを悩ませた奇形種は無事に取り除かれ、その後体調は回復していきました。奇形種が成長したことで普通の日常生活が送れなくなってしまっていたカラナムでしたが、リスクや痛みのない手術を受けて成功し、腫瘍が良性だったのは良かったですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。